駒か逃げんな、オラ。もしかして今の奴ら、これ狙ってたりして。やってるな、ターボー。綾部の捜査資料を見てるんだろ。ああ、そっちはカジノの続きはどうだった？100万の価値。え、まだいけそうだったんだけどな。キリのいいとこでやめといた。じゃあ海藤さん、今月給料いらないんじゃ？それとこれとは別だろう。
そっちはモグラを見つけられそうか。いや、警察も結局無実の頭を逮捕したぐらいだからな。他にこれはって容疑者もいないってことがこの資料でよく分かった。その程度の情報か。道理で綾部がタダでくれたわけだな。ただモグラの2件目の事件、被害者の国村って男の足取りが事件の直前まで調べられてた。そいつが国村か。ああ、殺される2時間前に天下一通りのこんばんワイフって店を出てる人妻ケヘルス。相手した女の子はカナエちゃんだ。じゃあ死ぬ前にいい思いしてたか。ちょっとだけ救われるな。これからカナエちゃんに話を聞きに行ってくるよ。国村がどんな様子だったか、何かモグラにつながる情報が出てくるかもしれない。いやいや、風俗なら俺の出番だろう。お前に人妻の相手はまだ早いって。何しに行く気だよ。話聞くだけなんだから。本当にお前が行くのか、こんばんワイフ。真冬ちゃんに言うぞ。別にいいよ、好きに言ってくれて。しばらく寝とけって。もしもし、買ってくれ。いらっしゃいませ。ケチャップと海苔でよかったかね。気に入ったなあ。え、はあ、うん、あのん、
いえ。八神さん。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ご指名ありますか？ん？ああ、ご指名ね。お時間すぐに入れるのはユーナちゃんにマリンちゃん、それとカナエちゃん。写真はこちらね。ご指名がある場合は1000円頂戴します。ご指名しないってこともあるわけか。なるほど。お客さん、当店は初めて？じゃあ先にコース決めましょうか。コース？それにオプションも。オプション？それじゃあね、まずコースは35分で9000円、50分1万3000円の、65分が1万7000円です。35分コースで。まあ初心者だからね。いやでも初心者だからこそ本当はもっと長くいてもらいたかったな。そういうもんなのか。まあでも別にお客さんの自由ですから、正解も間違いもないから安心してください。ご指名はどうしましょう？今すぐ空いているのはユーナちゃんにマリンちゃん、それとカナエちゃんですけど。ユーナちゃんを。ユーナちゃんですね。どうかした？ユーナちゃんで間違いないね。いや、ちょっと待って。ん？変える？今ならまだ大丈夫よ。途中でチェンジは困るけど。そう？今すぐ空いているのはユーナちゃんにマリンちゃん、それとカナエちゃんね。どの子にする？カナエちゃんを。カナエちゃんですね。どうかした？カナエちゃんで間違いない？ああ、カナエちゃんで。かしこまりました。それじゃオプションはね、いろいろありますけど、女の子と直接交渉してください。オプションというと？そりゃもういろいろですよ。女の子によっては NG のオプションもあります。カナエちゃんは一つだけ、目隠しプレイが NG でして。目隠し？彼女はその目を隠すとかちょっと怖い思いをしたことがありましてね。わかる気がするよ。最近関西のヤクザがこの辺で妙な死に方してるし。いやまあお気になさらず。
お部屋にご案内いたします。こちらへどうぞ。どうぞ。ハムラの。お前も金ねえなりにこういう店で遊ぶんだな。なんであんたが。どういうことですか。お前こそなんでこの店なんだ。え。なんてな。奨励会の事件を嗅ぎ回ってるって。もうお前の出る幕じゃねえだろ。どういうつもりだ。そんなもん俺の勝手ですよ。終わった事件蒸し返すんじゃねえ。せっかく新谷先生が無罪取ってくれたんだからよ。タフな探偵気取んならもっと鍛えねえとな。俺さっきも襲われたんですよね。目出し帽の4人組に。え、なんだそれ。あれはあんたの差し金ですから。今そこに控えてんのも4人だ。ふん。言ってる意味が分かんねえな。だろ、ケンゴ。へい。ヨタこいてんじゃねえぞ、俺。カナエちゃんなら、さっきこの店辞めて国に帰ってったぞ。今回はイエローカードで済ませといてやる。お前は親父のお気に入りだからな。八神だ。親さんか。おう、どうした。なんか調子悪いのか。おやっさんとこの頭と厄介事があってね。間に入ってもらえると助かるんだけど。いや、まあとにかく組の事務所にいるからよ。お前が来るまで待ってるわ。わかった。